XSI ではシノプティックビューを使用することでキャラクターを簡単に動かすことができます。例えばこちらのデフォルトのリグではこの胸の部分を選択し F3 キーを押すとシノプティックビューを呼び出すことができます。このシノプティックビューでこのように HTML 上のクリッカブルマップを使用してこのように選択する箇所を動かすことができます。同じように例えばハンドを選択します。スプレッド、リラックス、フィストといったような項目が設定されています。またスライダーを出すとそれぞれ一本一本の細かい設定を行うことが可能です。さらにポーズのところを選択するとデフォルトのポーズ集が規定されています。ではこちらで選択しキーオールを実行します。フレームを動かしてポーズを選択し適当なポーズを取らせてキーオールを実行します。そうするとこのようにアニメーションの設定が簡単になされています。こういったシノプティックビューを自分のキャラクターに設定することが可能です。